はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます、この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。このチャンネルではですね、主に僕の体の状態とですね、あの闘病生活での体験談と、でその時々のね、ニュースになる病気のお話とかですね、そして皆さんが既に知っていることを当たり前にやっていくことで健康になっていくんだよというお話をお送りしております。はい、今日はですね、あの血液に関するお話でね、なんとね、あの血流で体臭が変わってしまうんだよというお話なんです。あの今の季節というのはですね、ただでさえこの汗をかいてね、その汗の匂いが気になるのにですよ、さらにこの血流が悪くなるこの真夏でね、もう追い打ちをかけられるという残酷なお話になりそうなんですけどもね、あのちゃんとね、あの改善できる方法もね、あのお話しますのでね、ぜひ最後までお聞きください。あの血の巡りがね、悪くてね、体の細部に細かいところまでね、あの栄養が行き渡らずに新陳代謝が低下してしまってね、老廃物がこう溜まっていってしまって、体臭を放つタイプであるね、あの血巡り不良タイプっていうのがあるんですけどね、それのね、対策のお話はねしていくんですけども、まあでもこのタイプに限らずですね、あのね、血流が悪い人ならですよ、体調の変化のタイミングでね、この体臭のね、あの変化っていうのをね、感じることがね、多いと思います。で特にですね、その女性はですよ、貧血になる傾向が多いのでね、その都度ほんの少しのね、異変を感じると思いますし、でご自身でもですね、そのほんの少しの、もう他人には分からないぐらいのですね、異変に気づいて、まあ、対処される方が多いと思います。でその中でもね、この血巡り不良タイプっていうのの匂いの原因っていうのはですね、体の中のね、ドロドロとしたね、血流にあります。まあ、このタイプの人たちはね、どんな人たちかと言いますとですね、あの普段からね、よくこう肩こりとかね、あと頭痛ですよ、頭痛ね、頭痛いわっていう頭痛といったね、まあ、それが慢性的になっているトラブルに多く悩まされている人が多いと思います。で例えばその、なんていうんですか、内身でね、当たったりとか、あざができやすかったりとかね、あと目の下のね、クマ、僕もね、よくね、出てたんですけど、クマができやすいよーって言った傾向がもうあってですね、あとはまあ顔色が暗くて、唇やね、舌、ベロがね、ちょっと紫がかったね、その暗い色であったりとかですね、あの足にその静脈がね、このブワーって血管がですよ、いっぱい浮き出てたりとか、あと下の裏、舌をね、ペロンって上げたこの下の裏あるじゃないですか、裏にね、この青いね、静脈がくっきり出ているといったね、その血の巡り不良っていうね、あのサインがあればですね、もう滞った血液の異臭っていうのをね、疑ってみましょう。その他にもですね、その自分のこの見た目よりね、体重がちょっと重くてですね、健康診断ね、コレステロール値とかね、中性脂肪のね、数値がね、高い人も多く見られます。でちなみにですね、30代を超えてからなんかこう太ってきたかもというね、パターンもですね、あの血の巡りのね、悪い人の特徴です。まあ、男ならね、中年太りのおっさんイコール臭いというようなね、メタボで匂うというね、最悪な事態もですね、一刻も早くね、改善しましょう。あれね、なんでね、あんな臭いんでしょうね、男っておっさんになってきたらね、あの汗の種類が変わってくるんでしょうかね。僕もね、その29歳の時にですね、もうその時勤めていたところでですね、ちょうどその日っていうのが、まあ、この梅雨時期というかね、まあ、今頃、ほんまに今頃のようなこの気候やったと思うんですけども、その時のね、その仲の良かった後輩の女の子にですね、安田さん、匂いますよ、汗臭いですよってこう注意されたことがありましてね、まあそのね、接客業なのでね、香りはきちんとしていかないとっていういけなかったっていうのもあるんで、注意してくれたんですけどもね、その後輩ちゃんがね。でそれがその梅雨時期というこの短いスパンでね、3回ほどね、その同じ内容でね、その後輩ちゃんがですよ、まあ、注意してくれたんですよ。まあ、僕もね、その1回注意されてからね、いろいろ考えましたし、朝にシャワーをね、浴びたりとか、部屋干しのに、ね、匂いがしない服をちゃんとね、選んで、時にはそのアイロンをかけたりしてですね、匂いを気をつけてたんですけどもね、3回もね、注意を受けたということなんです。でもね、梅雨が明けたらね、そんな注意をね、受けなくなったのでね、
やっぱりあの時のね、あの僕の匂いはこの梅雨時期のね、部屋干しをしたこの服がね、原因だったんでしょうね。でももしね、その部屋干しが原因だったんならですよ、世の中の人たちってね、この時期はね、みんなね、臭いですよね、部屋干ししてたらですよ。でもこのような場合でなくてもですね、匂ってしまうタイプの人はきっとですね、まあ、最初に言いましたね、血の巡りが悪くて、体の細部にね、栄養が行き渡らずにね、新陳代謝が低下して、老廃物が溜まってしまって、体臭を放つタイプである血巡り不良タイプのね、可能性があります。こう他人からね指摘されなくてもですね、自分で気にしてる人も、ね、いらっしゃるかもしれませんしね、あの他人からね言ってもらってない人もいてるかもしれません。このタイプはですね、あの清流のようなね、サラサラなね血液を目指して匂いを消しましょう。そこでね、やっぱりね大切になってくるのはね、お食事ですよね。お食事ね、もうあの体っていうのはね、食べ物で作られていくんだよというね、都市伝説もね、今や都市伝説ではなくなってきています。そこでね、おすすめなのはね、魚と野菜ですよ。お魚ではね、サンマです。お魚の中でもね、サンマね、血行をね促進してくれてね、老廃物を洗い流す働きに優れています。で今のシーズンではね、まだスーパーにもこう数が少なくてね、まあ、ちょっと値段が高いですのでね、あのその時はね、缶詰をね活用するというね、良いと思います。で野菜はですね、ナスビですね。おナスがですね、血の血をね全身に巡らせてくれる効果がねすごく高いんですよ。他にもね、ピーマンでしょ、これ緑のピーマンでいいですよね、パプリカね。でチンゲン菜もね、あの改善の役に立ちます。で、まあ、手軽にね取り入れるならですよ、これがねまたね、らっきょうがね便利なんですよね。あのらっきょうはですね、中国ではね、外白とね呼ばれるね、あの生薬でしてね、あの酸欠っていうね効能があって、まあ呼んで字のごとくですね、強いね発散力でね、血行をね促進させてくれるんです。まあ、あのカレーのね付け合わせだけではなくてですね、消臭サプリとしてね積極的に、ね、取り入れておくこともねお勧めします。ちなみにですね、らっきょうがね、そのね血液にすごく効果があるというお話をですね、以前にもねしたことがありますけどね、覚えてらっしゃいますでしょうかね、皆さんね。あのらっきょうにはですね、アリシンという成分があるんですけどね、アリシンというのはね、加熱するとね、アホエンというね物質に変わってですね、これがですね、血栓ができるのを予防する効果があると言われているねパワーがありますのでね、血液サラサラへのね効果が期待できます。しかしね、まあ、あのこれもね前に言ったんですけどもね、あの食べ過ぎたらね、逆にらっきょうの匂いがね強く出てね、なかなか消えないかもしれませんのでね、あの1回でたくさん食べるよりもね、毎日少しずつね食べるようにしてください。でまたね、血巡り不良タイプっていうのはですね、体を冷やすその冷たい飲み物やその食べ物っていうのはね、控えめにすることもね大切です。でさらにね、長時間にわたってね、この同じ姿勢で僕今正座してるんですよね、同じ姿勢をこう続けるとですね、あの全身の血流がね滞ってしまうのでね、あのデスクワーク、特にデスクワークがね多い人はね、こまめにね動くことをね心がけましょう。でもね、これね、あの時間を忘れてね仕事に集中している時っていうのはですね、あの疲れないんですよね。あのね、この仕事のね工程がまあ一段落つきそうな頃合いで、集中力がねファーっとこうね薄れてくるとですね、この首とかね肩とか腰がね痛くなってくるのでね、でそのタイミングでね、あの各部位をねこう動かしてもらったりしてですね、血流をね流してもらうくらいで構いません。そしてね、帰ったらね、サンマを焼いて大根おろしの代わりにねラッキーをおろしてもらってね食べてください。そんな感じでね、血流と体臭のお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。